ジャコモ・リッチはイタリア・パベエの出身のレーシングドライバー。リッチは2001年と2002年にドイツを拠点とするフォーミュラ BMW でカーレースのキャリアを開始し、ドライバーズチャンピオンシップで7位という最高のフィニッシュを達成した。リッチは2001年にイタリアのフォーミュラル脳選手権にも出場し、2002年には2リッターの ドイツシリーズとヨーロッパカップのラウンドにも出場した。2003年、彼はスペインのフォーミュラジュニア1600シリーズのより小さなエンジンカテゴリーにステップダウンし、チャンピオンシップで4位にとなった。彼はまた、その年の間に北米を拠点とするシリーズにも1レースに参加した。2004年ワールドシリーズバイ、日産の8つのレースに参加した。2004年から2007年まで、 リッチは F3000 シリーズでドライブ。2004年に4レースでポイントを獲得しなかった後、2005年には順位を3位に上げた。2006年、フィジケラモータースポーツからドライブし、彼は5回の勝利と13回の表彰台フィニッシュでチャンピオンシップを獲得した。2007年、彼は選択されたラウンドにのみ出場し、チャンピオンシップで5位でフィニッシュし、その年に、 北米を拠点とするモーターレースに集中することを選択した。2007年のチャンプカーアトランティックヒューストンレースでのリッチレースリッチは2007年にコンクエストレーシングチームからフォーミュラーアトランティックで正式にドライブした。彼は勝利や表彰台を獲得しなかったにもかかわらずチャンピオンシップで6位でフィニッシュした。ランクペレラトロバートウィケンズに次ぐ 2007年の3番目に高いランクの新人ドライバーであった。リッチは2008年に GP にシリーズコールを受け、最初の数ラウンドでデビットプライスレーシングのミハイル・ヘルクに変わった。これは前の GP にアジアシリーズで、ルクが手首を骨折したためである。彼のチームメイトはブラジルのディエゴ・ヌネスであった。チャンピオンシップの最初の2ラウンドの後、 ヘルクが回復を続けたため、アンディ・ソーセックに交代した。その後、リッチは、トライデントレーシングチームより2008-9年 GP にアジアシリーズシーズンの第1ラウンドに出場。その後、アルベルト・バレディオに交代したため、2回戦以降は、DPR に戻り、関口優貴に交代。リッチは2009年の GP2 シリーズまで、DPR を継続し、今回は、 アジアシリーズと同様にヘルクトチームを組んだ。リッチは信頼性に苦しみ、彼が始めた7レースのうち3レースだけを終え、ニュルブルクリンクラウンドでは元インディカーシリーズレーサーのフランク・ペレラに代わられた。リッチは2009から10年 GP にアジアシリーズシーズン、アブダビの最初のラウンドで2回リタイアした後、リッチは初めて GP にポイントを獲得し、2回目の アブダビデ5位に終わった。彼は翌日、最初の表彰台を獲得し、スプリントレースでチームメイトのヘルクとレース優勝者のダビデバル設計に次ぐ3位でフィニッシュした。彼の最初の勝利はバーレーンでの最終レースであった。この結果、彼は彼自身と彼のチームの両方でチャンピオンシップ3位を獲得した。2010年のメインシリーズで DPR のでシートを維持し、 シーズンの最初のレースで2位でフィニッシュした。その後、彼は11レース、無得点に耐えたが、ハンガリーでの週末は、初のメインシリーズの勝利と最高潮に達した。しかし、その後、彼は、同胞のファブリツヨクレスタニにとって変わられた。カレンダーでは、最後の6レースを逃したにもかかわらず、ドライバーズで13位でフィニッシュした。二千十一年のほとんどを、ドライブなしで過ごした後、 リッチはシーズンを終えたアブダビでの非チャンピオンシップレースのために GP2 シリーズに戻った。同胞のファビオオニディとスーパーノバレーシングに向けてドライブし2レースで11位と23位でフィニッシュした。リッチはまた2008年の国際 GT オープンチャンピオンシップの GTA クラスと GTS クラスにも参加した。スーパーノバチームが GP2 シリーズから撤退したことで、リッチはこのカテゴリーに止まるという希望が妨げられたため、2012年に彼は、ユーロシリーズ3000に戻り、オーストリアのゼレレーシングチームの選択されたイベントに出場した。彼は現在、トライデントレーシングのチームマネージャーとして活躍している GP2 アジアシリーズ。ありがとうございます。